それでは、臨時の記者会見を開かせていただきます。本日第68回、熊本市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をいたしましたので、その内容についてご報告をさせていただきます。はじめに本市の感染状況については、直近1週間、4月21日から4月27日までの新規感染者数が157人、また病床使用率も 60.3%、となるなど、国が示す4つの分類のうち、上から2番目のステージ3の状況であり、爆発的な感染拡大を示すステージ4の段階に近づいており、大変厳しい状況にあります。また感染経路不明者の増加、会食に関連した複数のクラスターの発生、中心市街地関連の感染の拡大が見られております。このような状況が続きますと、さらなる感染拡大につながる可能性があります。モニターをご覧ください。入院患者のうち、中等症と重症者の割合が4月14日の時点はこれです。4月14日の時点でこれ 29% だったんですけれども、昨日、4月27日の時点ですけれども、この黄色が中等症の方々の割合なんですが、 47% と、ごめんなさい、昨日は、中等症と、それから重症者の方を合わせて 54% というふうに、拡大をしております。で、40代の方においてもですね、重症化をするケースが見られ、市民の命が脅かされる事態となっております。で、下の方はですね、参考までに第3波の時の状況でありますけれども、この黄色の部分や赤の部分というのがですね、これは11月の23日、要は第3波の最初の時点でですね、それから11月30日、12月7日ときますけれども、この第4波の時の方がやはり、この中等症重症の方の割合が非常に多くなってきているということが、この中からも、見て取れるということで、あります。また、次のモニターでご覧いただきたいと思いますが、病床数についてなんですけれども、12月時点で96床だったんですけれども、その後40床ですね、増床をいたしまして、現在は136床確保するということで、この病床の拡大もですね、行ってきました。ところが病床使用率で見ますと、昨日時点、4月27日時点ですでにですね、ここですけれども、60.3% というふうになっております。それでこのまま、拡大をしていきますと、5月6日には 100%、この病床使用率がですね 100% になるのは5月の6日ということで、100% 超える恐れがあるということで、大変強い危機感を持っております。かなり感染のスピードが速いということがこれで見て取れます。で、改めて市民の皆様にはですね、不要不急の外出をお控えをいただきたい。そしてゴールデンウィークはできるだけご家庭でお過ごしをいただくなど、さらなる感染拡大防止にご協力いただきますようお願いをいたします。また県内の感染拡大に伴いまして、県から本市に対しまして、明日から5月の13日木曜日午前5時までの期間ということで、熊本市中心部の酒類提供飲食店に対する午後9時までの営業時間の短縮要請とともに、不要不急の外出自粛の要請がなされたところであります。
このことから時短要請に伴う協力金など感染拡大防止対策に要する予算とともに感染拡大収束後経済の再生のための事業を迅速に執行できるよう必要な予算をあらかじめ確保することとし、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策第15弾、総額7億8235万円の補正予算を本日専決処分をいたしました。事業内容はお手元の資料の通り大きく4つの取り組みからなっています。まず営業時間短縮要請に伴う協力店にかかる県への負担金についてです。時短要請にご協力をいただいた飲食店等に対して売上高等に応じて1日あたり2万5000円から20万円の範囲で支給される協力金の一部を本市が負担をしますことで、厳しい経営環境の中で感染拡大防止にご協力いただいている飲食店等の皆様を支援してまいりたいと考えております。なお時短要請により首都圏等でも見られたような、いわゆる路上飲みを行う方が出てくることも考えられますため、対策として夜間の繁華街を中心に青色回転灯装備車、いわゆる青パトで防犯活動をですね行いまして、不要不急の外出を控える呼びかけとですねパトロール見回りをですねしっかり行ってまいりたいと考えております。次に感染拡大防止のための不要不急の外出をお控えいただく皆様への支援策ということでありますが、飲食店デリバリーの利用促進を図るため外出をお控えいただく中にあっても市民の皆様が自宅等で安心して飲食店の味を楽しんでいただけるよう宅配代行事業者によるデリバリーサービスの配達料を市が全額負担をいたします。これは前回行ったものと同様でございます。またテレワークの促進のため市内の宿泊施設をテレワーク等で利用される場合に利用料金に応じて1500円または3000円の割引が受けられる支援を行います。次に感染拡大が収束した後を見据え迅速に地域経済の回復を図るための2つの対策です。1つ目は商店街やタクシー、ブライダル業界等が実施をいたします 30% のプレミアム付き商品券の発行事業に対して助成を行うことで消費需要の喚起を図るための準備経費であります。2つ目は県内在住の方々がお得な価格で市内宿泊を楽しんでいただけるよう旅行代金に応じて1人1泊あたり1000円から3000円の支援を旅行事業者等に対して行うことでコロナ禍の影響を受けた旅行需要の回復を図るための準備経費です。これまで新型コロナウイルス感染症対策として1100億円を超える経済対策を行ってまいりましたが、今回の第15弾では感染拡大防止を図る予算とともに感染拡大収束後直ちに地域経済の活性化に取り組むことができるよう必要な予算をあらかじめ確保することとしたものです。次に先日発送いたしました新型コロナワクチンの接種券について予約開始日時のご案内が同封をされておりません、もしくは記載をされておりませんでしたことから、接種券が届いた多くの皆様方からコールセンターにお電話をいただいたことでコールセンターに電話が大変つながりにくい状況となりました。お電話をおかけいただいた皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びを申し上げます。引き続きコールセンターの増強を図っていきますとともに次回以降の予約スケジュールや接種実績をお伝えするなど高齢者の皆様の安心につながるようコールセンターでの丁寧な対応と情報提供に努めてまいりたいと考えております。また改めて申し上げますが予約開始は5月6日木曜日正午からとなりますが予約開始直後は予約が取りにくい状況が続くことが予想をされます。高齢者分のワクチンについては確実に高齢者の皆様へ行き渡りますので改めまして申し上げますが慌てずにどうかご予約の方をですねお願いしたいというふうに思います。
最後に新型コロナウイルス感染症対策課の体制についてであります。先ほど申し上げました通り、感染者数が急激に増加をしておりまして、当課においてこの疫学調査や入院調整等の業務における負担が増大をしてきているような状況であります。現在も通常の体制65人に加えまして11人の応援職員を動員して業務に当たっているところですが、ゴールデンウィークに向けてさらに応援職員を倍増して11人追加ということでありますけれども、追加をして体制の強化を図る予定です。しかし今後さらに感染が拡大をすれば、現在もかなり厳しい状況でありますけれども、保健所体制が逼迫をして、感染防止対策にも影響が生じる可能性がございます。市民の皆様にはこういった状況をご理解いただきますとともに、スムーズな疫学調査等へのご協力を改めてお願い申し上げます。私の方からは以上です。ではそれでは管理者からお願いいたします。はい、どうぞ。管理者の朝日新聞です。よろしくお願いします。病床の話についてなんですが、はい、96床から40床増やされて136になっているということですが、今後また病床を増やす予定などはあるんですか？はい、今病床についてはですね、これはもう県の方が中心になって今までも取り組んできたところで、そこに私たち熊本市もですね、担当職員、健康福祉局のですね、担当職員と一緒になって各医療機関への要請等を行ってまいりました。でこれは現在も続けておりますので、まだこの136床からですね、どのくらいということは今現在では言えない状況でありますが、これは協力要請を行っています。ですのでこれも拡充していきたいというふうに思います。ただ一方でこの4ヶ月5ヶ月ほどでですね、40床増やすというのがかなりハードだったということでもあります。でなんとかこの40床増やしたわけでありますけれども、今後ですね、それがさらにあと何十床というふうに増やすことができるという方は簡単にはできないんですね。これは病床の病院の病室が空いてればいいという問題ではなくて、そこには人材ですね、お医者さんやそれから看護師の配置、こういったものが必要になってきますし、また医療資機材も必要です。またこれは感染をですね、他の疾病等でですね、入院されている方等に影響が出ないようにですね、厳重にコントロールをしていく必要があります。そう考えますとですね、なかなかこれは簡単なことではないということは、ぜひですね、市民の皆さんにもご理解をいただきたいというふうに思います。であと一方でですね、これ下の方の数字にもありますけども、宿泊療養施設ですね、これはホテルの方の数でありまして、12月の段階で60室だったものがですね、現在440室というところまで拡充しています。で軽症の方、無症状の方についてはですね、こちらの方に今入っていただくということになっておりますので、そういう意味では第3波の時よりはかなりですね、この拡充はされている状況です。それでも、この急速なこの感染の拡大、しかも短期間で集中して拡大をしていきますので、そうしますと当然退院される方というのはすぐ退院できるわけではありません。しかも中等症の方が多いということは、やっぱりそれだけ回復に時間がかかります。そうしますと入院の、在院日数といいますか、その日数がやっぱり長くなるということになりますと、さらに病床が逼迫していくということで強い危機感を持っているということでありますので、そういう意味では新規の感染者をやっぱ増やさないということが何よりも重要になってくるということで、繰り返しのお願いになりますけれども、不要不急の外出を控えていただいて、こういう危機的な状況がもう目前に迫っているんだということをですね、ぜひ皆さんにはご理解をいただきたいというふうに思っております。具体的にはどういうタイミングが収束のということになるんですか？これはもう
前もそうなんですけれども、やはりこうやってもう減少傾向になって、まあ、一定程度例えば、その病床も確保できたとか、一定程度この収束が見込まれてですね、いろいろな医療非常事態宣言も解除されてですね、落ち着いた段階ということになります。ただそれが今の状況では、まあ、急拡大してますので、これが急にこうぐんと下がるということはちょっと考えられないわけですが、まあ、これが、下がった時にですね、じゃあそこからまた、予算を、準備をして、それから、議決をするなり、専決処分をするなりして、手続きをしていてもですね、今度またその収束した時期にですね、皆さんに例えばそういう経済対策の効果を発揮しようという時にですね、十分に発揮できない可能性があります。ですのでこれはもうあらかじめ用意をしておいてですね、機動的にそれは感染の収束状況、あるいはまた拡大傾向になったらそれはやめるというようなことでですね、メリハリをやっぱりつけた対策が取れるようにするための、予備的なですね、予算をですね確保しておくことで、実は早く準備ができるということです。で特にこのプレミアム付き商品券等とかはですね、逆に言えば、用意して、そういう券を用意するにもやっぱり時間がかかりますし、それからそういういろいろな手続きをしていくのにでもですね、やはり、始めてからやはり 1ヶ月とかですね、やっぱり随分事業者の皆さんも時間かかりますし、行政としての手続きも、時間かかることが予想されます。そうしますと、まあ、またそれを始めてスタートする頃にはまた感染がですね、再拡大をするということも考えられて、できるだけそれは感染拡大しないように人の動きを止めるということは非常に重要なことなんですけれども、一方でそうやって経済とのバランスを取るということで一定程度の収束が見込まれた時にですね、機動的に対策が打てるようにするということは非常に重要だということで、今回こういう予算の方をですね、専決処分させていただいたということです。会社の経営です。よろしくお願いします。はい、よろしく。神奈川県の知事などは、神奈川に来ない例ということを発信して、ゴールデンウィークにかけてその県外からまたやっぱり来られる方いらっしゃると思うんですが、はい、そういった方々に向けて、はい、もうすでにですね、県外への、市民の方がですね、県外に移動することはぜひお控えくださいと申し上げておりますし、また帰省等でですね、この熊本にですね、お越しになるという方もぜひですね、これはお控えをいただきたいというふうに思います。もうゴールデンウィークはやはりそういうことで移動を控えていただくということは非常に、このデータを見てもですね、明らかであります。でこれを少しでもなんとかこの抑制したいという思いがありますので、ぜひですね、皆さんにはですね、熊本にお越しいただくことはぜひ、お控えいただいて、で落ち着いた状況になってですね、また熊本城の天守閣等もですね、皆さんにお披露目できるような、そういった落ち着いた時期、それから、ワクチンがですね、やはり多くの皆さんが打って、少し安心できるなというような、時期になった時にまた改めて、来ていただくということで、大変、申し訳ないんですが、そういうふうにお過ごしいただければというふうに思っております。どうぞ。はい、じゃあ熊西さん、ちょっとマイクをじゃあ後ろに回していただいていいですか。熊西です。接触機会の低減の対策の中の路上飲みについての対応について、はい、まず現時点でその熊本市内においてそういった路上飲みの実態があるのかというところと、あとこの老化とによる対応なんですけど、これは実施した誰がどういう体制でどんな時間からどれぐらいの規模でやるのかというのを教えてください。はい、ではこの今ですね、現時点でこの状況を把握しているということはありません。熊本市内で、その路上飲みがもう あちこちでですね行われているというような状況にはないわけでありますけれども、明日からですね、この営業時間の短縮ということになってきますと、当然のことながらですね、そういう首都圏等のですね、
問題になっている報道等を見てですね、まあ、外で飲みはいいじゃないかというふうに思っていただくと、非常にこれはまた感染リスクを拡大させてしまうということにつながりかねませんので、今回県警にもご協力をお願いしながらですね、連携して対策を取り組んでいくということであります。具体的なですね、対策のことについてはですね、まず生活安全課所有のですね、青パトというものがあります。まあ、これで、防犯活動に合わせてですね、不要不急の外出を控えていただくこと、あるいは密を避けていただくということをですね、呼びかける状況であります。で、まあ、状況次第で各のですね、東西南北中央それぞれありますけれども、各の青パトをですね、活用することも検討をしております。それから夜間の巡回を行うこととしておりまして、まあ、この夜間の巡回に関してはですね、熊本市客引き行為等の禁止に関する条例に基づいて、まあ、繁華街ですね、まあ、下通りや上通りエリア等にて夜間巡回指導員がですね、すでにもう見回りを行っているんですけれども、その際に路上飲みにより、まあ、通行人等に迷惑行為等がないかどうかですね、確認をして、まあ、そうした方々にはですね、声かけを行うということにしております。ですので、まあ、夜間巡回指導員の、数は後でまた担当の方からお知らせをしますが、そういう形で声かけを行うということ、それから、巡回指導員の声かけ等でですね、やはりトラブルになる可能性も十分考えられますので、その辺は110番通報も含めてですけれども、県警の皆さんともですね、十分に連携をしてですね、体制を整えていきたいというふうに考えております。はい、ここにどうぞ。はい、じゃあ NHK さん、じゃあすいません、マイクを、すいません、後ろに。この店の時間営業が終わる午後9時以降に合わせるとか、何かそういった時間帯はあるんでしょうか。時間帯についてはじゃあ、分かりますか。後で、で、基本的には、まあ、夜間ということが多くなるとは思うんですけれども、やはりこれゴールデンウィーク期間中になりますとね、例えばまあたまたまそういう学生さんとかですね、久しぶりの仲間とですね会って、なかなかお店も開いてないから行こうっていうようなことにやっぱりなるというふうにも限りませんので、まあ、それはやっぱり9時以降というのが一番ターゲットとしてはですね、大きいというふうに思いますが、まあ、平日のそういう昼間等もですね、やはり時間やマンパワーも含めてですけれども、そういったものはありますが、できる限りですね、見回ってですね、そういった、まあ、迷惑行為なことにつながらないようにですね、取り組んでいきたいというふうに考えています。はい、もう一点すみません、今の、市内の病床、医療状況なんですけど、これはもう逼迫しているとお考えなのか、逼迫しつつあると。いや、もうこれはもう 50% を超えていますので、もうすでに今日の時点で 60% です。で、そう考えますと、もう4月の、まあ、10日ぐらいからぐーっとこう上がってきました。もうここ1週間ぐらいでですね、ということを考えますと、もうここの時点で逼迫をもうしているという状況だというふうに考えていただきたいと思います。もうあっという間に 100% いきます。一つクラスターが起きてですね、複数の人が感染をすれば、もうそれだけで病床はですね、まあ、136しかありませんので、特に中等症の方が増えてくればですね、もうあっという間にこれは 100% を超えると。だから前回の反省で、とにかく早めに、まあ、アラートということで早めにアラートを出したつもりだったんですが、それにも増してやはりこの感染の拡大が急スピードであるということですので、まあ、前回は90、もうここの段階ですね、1月の10日段階で医療非常事態宣言を出してますが、もうこの時はもう 90% を超えている状況で、ありました。ですので、まあ、今回この 50% で、まあ、この医療非常事態宣言を発令したわけですけれども、まあ、この状態でもう逼迫しているというふうに考えないと、あと半分だからまだ半分余裕があるよねっていうふうに思っていたらですね、とても、そんなに余裕のある病床数ではないと。
136床あってもう 60% 以上を超える方が今入院をされているということを考えますと、まああと 40% ですから、数十人もう毎日毎日今20人とか30人近く感染をしていることを考えますと、まあその方々が無症状であったり軽症でない限りはですね、もうここをどん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 病床が埋まっていくということになりますので、もうすでに今の時点で逼迫をしているというふうに考えております。中等症の感染者の方の数が多いというお話もありましたが、やはり大損壊よりも怖いというか、そうですね、はい、先ほどこう見ていただきましてもお分かりになります通りですね、まあ、圧倒的にこの中等症の方が今ものすごく増えている、そして重症者の方も増えているわけですね。これ12月7日の時点でですね、ちょうど第3波がもう感染し始めてからしばらく経ってですね、このあとまたさらに感染が高齢施設等でですねクラスターが起こって、感染が爆発したわけでありますけれども、まあ、その時からしてもですね、もうすでに中等症の方の割合が多いということはですね、これはもう十分にこれは、今回の第4波の、まあ、特に変異株に関しては感染力が強く、しかも症状が重く出るということが、まあ、この、データを見ても見て取れるんではないかなというふうに思います。詳しい分析はまた、いろいろな保健所等でですね行っていきますが、今出てる分かる限りのデータで見てもこれは、危機感を持っていただくべきものだと、より3波よりもさらに危機感を持っていただくということが重要だというふうに考えております。はい、どうぞ西日本さん。じゃあ西日本新聞社です。お願いします。路上飲みについての対応に関連してお尋ねします。路上飲みを今回夜間というところになると思うんですが、例えば昼間に、ちょっと私も分かってないんですけど、市内でバーベキューできるような場所があるですとか、先日熊本城の二の丸広場でピクニックをやってらっしゃるような方を見受けしたりですとか、その昼間にどうしてもお仕事が休みのゴールデンウィーク中に複数人で集まって、外で飲食したりっていうのがある場合も考えられるんですけれども、そういったところの対応っていうのは考えてらっしゃるんでしょうか。お昼の公園等でですね、ご家族でですね、散歩をされるとか、そういうことについてですね規制するものではありません。これは国の方からも示されておりますけれども、不要不急の外出はもちろん控えるとはいえですね、健康を、例えば維持したり、やっぱりそういうストレスを、解消するためにちょっと外の空気を吸うとかということは感染防止をしていただく上では、特段問題だというふうに思っていません。ただ、これがアルコールが入ってですね、そこでやはり飲み会のような状況になってしまいますとですね、これはやはり感染リスクが高まるということはもう間違いありませんし、そういう意味ではですね、そういった行為についてはお控えをいただきたいと。で、これはそこまでをこう徹底して例えば閉めるということはいたしませんので、昼間の二の丸公園であるとかで二の丸広場であるとか、それから一般的な公園を閉めるということはいたしませんので、そこについては各自皆さんでですね、ご留意をいただきたいというふうに思います。そして管理者がそれぞれ、地域大きな、施設等ではですね、おりますので、そういうところでは、見回って、ご注意を申し上げることはあるというふうに思いますが、その辺はぜひ皆さんにですね、市民の皆さんにご協力をいただきたいというふうに思います。はい、じゃあ、TK さんからじゃあどうぞ。TK です、ワクチンの接種券についてなんですけれども、はい、高齢者の方の混乱を招いたということで、その原因と改めて5月6日に予約を開始するというお知らせする方法としてはどういうことですか。はい、もともとこの、早く皆さんにですね接種券をお配りをしてですね、皆さんにまずは安心をしていただくと
ということもありましたし、まあ、早めの準備をしていただくということで、早く発送させていただきました。やはり発送までも結構時間がかかってしまうということもありますので、どうしてもその段階でですね、この予約の受付日というものが確定できなかった段階でですね、遅れしてしまったということはもう大きな反省でありますが、まあ、そこが、いろいろとアナウンスをすることでですね、市の、ホームページであるとか SNS であるとかこういったものでアナウンスすることで皆さんにはお伝えできたのかなというふうに思っていたんですが、やはり、高齢者の皆さんにですね、情報をお伝えするには、まあ、かなり、それは、無理があったということ、そして我々の見込みが非常に甘かったということが言えるというふうに思います。まあ、その点は本当にお詫びを申し上げたいんですが、本日の新聞のですね、広告でもですね、出させていただきましたけれども、まあ、今後テレビのですね、スポットでの、CM であるとか、それからそういった皆さんへのですね、周知の仕方というのをよりやはり高齢者の皆さんに伝わりやすいような工夫をしたいということで今考えておりますので、まあ、その点メディアの皆さんにまたご無理を申し上げるかもしれませんけれども、ぜひご理解とご協力をですね、いただきたいというふうに思います。はい、じゃあ KKT さんどうぞ。病床使用率が5月6日のゴールデンウィークのちょうど、はい、というか出日が終わる頃に 100% になる見込みに立てられてますけど、はい、この 100% になった時って熊本市としてはどういうふうに対応していくのか、何かこうお考えがあれば教えてください。はい、もちろん 100% にならないように皆さんのご協力をということで、まあ、今回記者会見をさせていただいているわけでありますけれども、まあ、実際にはもうこの、第3波の時点でも 100% を超えた事態がたびたびありました。でこの時がですね、やはり自宅療養とか、まあ、こういったものもできなかったんですね、この時はですね。で現在は自宅療養、要は無症状の方等はリスクの少ない方は自宅療養でモニタリングを保健師等で行うということがかなりできるようになったということと、この宿泊療養施設ですね、で宿泊療養施設は今県とともにさらにですね、新たにですね確保できるように今取り組んでいるということで、まあ、そうすることによってなんとかこの、この今の感染拡大、あともう、1週間ちょっとぐらいしかありませんけれども、この時期までにですね、なんとか抑えながらですね、確保していきたいというふうに思います。ただ見込みはかなり厳しいというふうに言わざるを得ないというふうに思います。市長としてはゴールデンウィークにこう爆発的感染がまあこのまま続くっていうふうに思われているんですか？それを最悪のシナリオとすべきだというふうに思っています。つまり私は前、前々回、前回は臨時会見、その前の、まあ定例会見でですね、皆さんにお伝えをしたんですけれども、あの時のグラフはあるかな、新規感染者数 の、 試算のグラフ、あこれですね、これ確かその当時お見せしたもの、少しちょっと変わってますけれども、当時ですね、実はこのこうまだ、記者会見をした頃はですね、4月の何日でしたっけ、何日だった、前々回の記者会見の時はですね、まだ、このぐらいの状況でしたので、これからですね多分、急拡大して、この大阪の感染が急拡大した状況を踏まえるとこうなりますけど、まあそこまでは多分行かないと思うので、まあ、緩やかになるようにですね、ぜひ、お願いしたいということでですね、より強い警戒をしていただきたいということはお願いを申し上げました。ただこの黒い線が実は今の状況です。つまりこのカーブを見ていただくと分かる通り、この赤の大阪のペースよりもさらに上昇傾向にあるというふうにやっぱり見て取れるんですね。私たちは希望的にはこのぐらいで行ってもらえれ、緩やかに行ってもらえればというふうにやっぱり思っていたんですが、想像以上にこの
まあ、感染者の急増というのは、もう見て取れるということで、この段階でそのぐらいのことをやはり、予見しておくべきだろうというふうに思いましたが、まあ、それを今言っても仕方がないので、この状況というのをこうならないためにもですね、ゴールデンウィーク中に感染が爆発しないためにも、なんとか今皆さんにはですね、抑制的な行動をしていただいて、不要不急の外出を抑えていただくことでですね、このカーブが、まあ、仮にもう少し上がったとしても、この落ち始めるところがですね、今度は早くなります。皆さんに急激にご協力をいただくと、ただそうでなくてこのままぐっと上がっていくとですね、まあ本当にこれはもうわずか 2,3 週間でですね、これが落ち着くということには到底ならない状況になるというふうに考えていますので、まあ、このゴールデンウィークは一番もう本当に瀬戸際だろうというふうに思っています。ですので、まあ、そういう意味では、今日の対策本部会議でもですね、厳しいということは、みんなで、認識しながらですね、この連休期間中も、みんなで、この熊本市役所総動員でですね、感染防止の対策を全力で、取っていこうということで、まあ、改めて、確認をしたところです。はい、どうぞ熊西さん。じゃあマイクを。熊西のコーチです。先ほど接種券をめぐる混乱の話があったかと思うんですけれども、はい、原因としていわゆる開始日の確定前の段階で、接種券を発送してしまったということは、まあ、いわゆる開始日決定が遅れたという話だと思うんですけれども、その原因が何か あればというところを考えて、というのが河野大臣がたびたび発言で、ワクチン の国から都道府県への配送がどうしても遅れてしまう部分があって、で、まあ、各自治体に迷惑をかけているという話だと思っています。その辺熊本市側としての受け止めというのはどういうふうに考えていらっしゃるのか。はい、この接種券の、発送についてはちょっとじゃあ健康福祉の担当、はい、まあ、接種券の発送自体は国の方で、まあ、3月というスケジュール感で一旦お示しになっておりました。ですのでそこの分に間に合うように準備をさせていただくところでございます。で、まあ、最終的に接種券発送する、まあ、予約を開始するにつきましては、ワクチンの供給量をしっかり見定めながらですね、決定せざるを得なかったというところがございまして、まあ、その、決定に少し時間がかかったというところでございます。で、まあ、そのことによってですね、やはりそういった対応が後手後手に回ってしまったということは否めないわけです。ですから、まあ、そういう意味では、国に対してはやはり供給スケジュールをですね、もっと詳細な供給スケジュールをですね、早くお知らせをいただきたいと。要は全体として7月末ぐらいまで打てますよとかですね、まあ、そういうざっくりとした話ではなく、私たちはもう1日も早くですね、接種できる体制を取りたいということで、まあ、その点に関しては私も先日河野大臣に直接ですね、申し上げたところでございます。そして特に感染が拡大している地域にですね、特に指定都市はそうですけれども、やはり早く接種をすることでですね、感染のこの広がりというのは相当程度抑制をできるということ、これはワクチンの効果がやはり一定程度海外でもですね、ちゃんと実績が出ているということも考えますとですね、そういったことをですね、ぜひお願いしたいというふうに思っています。ありがとうございます。その件についてもう一つお聞きしたいのが、接種券は65歳以上の方に、はい、一斉に発送しているかと思うんですけれども、はい、国 の, 手引きなんかを見るとさらに細分化して、例えば75歳以上が小分けしてですね、接種するようなやり方も提示されていたかと思います。でそういったやり方については何か検討されなかったのかと、はい、あともう一点、まあ、6日から予約本番始まりますけれども、こいつも、まあ、電話等だいぶ混雑することが予想されています。で何かその 今から時間限られますけれども、何かその混乱の回避策というか考えられることがあれば、例えばコールセンターの今100人体制とお聞きしてますけれども、はい、ちょっと何か増やせるかとか何かあれば教えてください。はい、まず、その後の質問の予約のところについてなんですけれども、まあ、特に予約開始になれば接種券を発送しただけでもこれだけ
電話がパンクをしてしまうということであります。ですのでやはり高齢者数が本市の場合20万人を超えているというようなこともありますので、どうしてもやはり電話がつながりにくい状態にはなるということはぜひご理解いただきたいということはあらかじめ申し上げているところでありますが、コールセンターの増強をさらに図るということ、それからそういう次回以降のこの予約スケジュールですね、2回目の予約スケジュールとかですね、接種実績をですね、そういうことでお伝えをするようですね、高齢者の皆さんのできるだけ安心につながるようにですね、コールセンターでの丁寧な対応、それから情報をですね、できるだけ広くですね、メディアの皆さんにも協力いただいてお伝えをしていきたいというふうに思っています。それからワクチンの最初のところについてはじゃあちょっと担当の方から、ワクチンの細分化、年齢による細分化等の検討でございます。確かにいろんな検討をさせていただいたんですけれども、やはり我々のところにも、直接的に、ワクチンはまだかというご要望はかなり強くございました。その方々は年齢は若い、60は超えているんですけれども、いわゆる80とかいう前の段階であっても基礎疾患があるので早く打ちたいんだ、そういうご要望がありました。その中におきまして、やはり、年齢だけが、ワクチン接種の優先順位ではないだろうということもありまして、今回につきまして、かなりご要望が高かったことから、65歳以上の方々に送らせていただいたという次第です。はい、よろしいですかね。はい、どうぞ。すみません、あと1点だけワクチンに関するお尋ねでして、昨日からですね、接種会場 の一覧というのが、熊本市のホームページの方で公開されているんですけれども、はい、これについてですね、うちの会社の方なんかにもなかなかそのどこから見れるのかと、ホームページの、特に高齢の方が多いものですから、分かりにくいというような指摘が出てまして、はい、届けについて何か改善できることがあるのか、すぐの話なんですけど、はい、それは改善させなければというふうに思っています。ホームページだけではやはり分かりにくい、それからどこに聞けばいいのか分からないというようなことですね、かなり、その辺でですね、私にも直接実はもうご意見をいただいてます。ですので、担当の方ともですね、やはり一覧の、例えばチラシをですね、この作って、お配りをするということもまた一つだと思います。ホームページもなかなか見にくい、それから例えば LINE などでですね、高齢者の方もご利用いただいているような LINE なども、一つの方法かなというふうに思っています。それは医療機関を、接種できる医療機関をお知らせするという意味 ですね。ただこれもですね、400 の医療機関のうちですね、まだ、全てそこに掲載できているという状態ではないわけですよね、ですよね。ちょっと変更点がありそうなので、変更点があるのでちょっとそういうことで今あれですけれども、そういった情報についてですね、逐一、これはできるだけ皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいというふうに思います。それから医療機関にもぜひお願いをしてですね、うちで打てますよというようなことをですね、また例えば、貼っていただくとかですね、案内をしていただくということもかかりつけ医等であればですね、しょっちゅう例えば薬をもらいに行ってるとか、定期的に診察を受けているというような病院があればですね、そういったところでの、医師会等にもご協力をお願いしてですね、そういったチラシであるとか、そういった資料というのをですね、皆さんに差し上げるようにしたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。いいですね。はい、はい、どうぞ。じゃあ NHK さん、すみません、 NHK です。改めてにはなるんですが、明日から時短要請が県からですとかかります。お店の方や市民の方に改めて時短要請というのがあります。はい、本当にもうたびたびですね、こうして、時短要請、それから不要不急の外出を控えていただきたいということで、申し上げるのはもう本当に、心苦しいわけであります。ですが、我々もですね、できる限りこの感染をですね、防止するためには皆さんの協力なしには、この感染をですね、拡大を防ぐということはできません。ですので、私たちの方でも今、
ベストを尽くして今やっているところでありますけれども、どうか市民の皆さんにはですね、もうずっとこの1年以上ですね、こうした自粛であるとか、その不自由な生活を送っていただく、そしてまた経済的にもですね、大変厳しいような状況になっているということもよくですね、まあ、我々も理解をしております。で、まあ、今第15弾の対応等も発表させていただきましたが、まあ、今後もですね、市民の皆さん方にですね、少しでもそういった状況をですね、ご理解いただいてですね、まあ、なんとかご協力をいただきたいというふうに改めてお願いを申し上げておきます。ございます。はい、じゃあどうもありがとうございました。